エールウィンはアメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名はジョンシー・エールウィン隊員にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。エールウィンは1933年9月23日にフィラデルフィア海軍造船所に適合され、1934年7月10日、浸水、1935年3月1日、収益した。 3月下旬に偽装した後、ロードアイランド州ニューポートの海軍基地に移動し、8機の魚雷発射艦を搭載した。試運転を終え、5月8日にフィラデルフィアに戻った。5月22日、エールウィーンはヨーロッパへ向けて出航した。ポルトガル、スペインを経由し、フランスのシェルブールに入港した。5日後、中仏米国大使のジェシー・アイストラウスがエールウィーンを視察した。 次に、ドイツのブレーメン、スウェーデンのヨーテボリを訪れ、その後29日に、ベルギーに向かった。ベルギーのブリュッセルでは7月8日の朝に、レオポルド3世とアストリッド女王の訪問を受けた。エールウィンは、イギリスのドーバーを経由して7月22日に、フィラデルフィアへ帰港し、修理を受けた後、10月1日に艦隊に加わった。翌日、同系駆逐艦の春と共に、 軽貨物を運搬し、5日にキューバのクアンタナも米軍基地に入港した。10月7日にパナマ運河を通過した後、バルボアで一時停泊した後、10日にグアテマラのチャンペリコを気候空気警備隊に向かい、試験水上艇 XP3Y-1 の計画航路に沿って航行した。エールウィーンは10月13日に指定位置に到達し、 翌朝航空機の目標位置を知らせるため発言した。エールウィンの乗組員は12時38分に航空機を目撃し、7分後に上空を通過した。最終的に XP3Y-1 は10月15日にサンフランシスコ湾に到着し、3281.402マイルを飛行、水上飛行機の航続距離において、当時では最長となる 国際記録を樹立した。エールウィーンは翌日春と再び合流し、2隻は19日にカリフォルニアのサンディエゴ港に入った。10月26日から29日までカリフォルニア州ストックトンを訪れた後、エールウィーンは小艦隊戦術や魚雷攻撃などの演習を行った。以下の艦隊演習に参加した。3月19日、エールウィーンは夜間演習中に 同系駆逐艦のファラガットと接触、損傷を負い、艦ドックで大規模な修理を行った。1941年12月7日の朝、エールウィーンは新珠湾に係留されており、船内に電力を供給するためのボイラーが一機、稼働しているのみであった。乗組員の約半数は週末の休暇を楽しんでおり、日本軍爆撃機のエンジン音は多くの船員を驚かせた。 エールウィンは、約半数の船員のみで、スタンレービーカプランショー意識の下真珠湾を出て、対空砲火を行った。対空砲の機関重視は少なくとも3機の航空機を撃墜したと報告したが、多数の艦から膨大な対空砲撃が行われていたため、エールウィンの砲撃による撃墜であるかは、確証がない。その後、 AL ウィンは潜水艦の目撃情報のあった海域を調査したが発見できなかった。紹介中、右舷付近で爆弾が爆発しスクリューに損傷を負う。12月8日に真珠湾に戻り再び紹介を行った後11日に損傷したスクリューの修理を受けた。AL ウィンは歴史ントンを機関とする第11任務部隊に配属され12月14日に ウェイク島を救援するために出港した。従順洋艦シカゴとポートランド、駆逐艦フェルプスと共に、レキシントンの前方に停泊した。翌日、駆逐艦リューイとオーデン、従順洋艦インディアナポリス、給油艦ネオショーが加わったが、2隻の日本軍空母が、ウェイク島攻撃部隊に加わり、ウェイク島は12月23日に陥落した。 エール・ウィンは、ハワイ諸島から、西海岸に避難者を移送する船団の護衛として、新珠湾を出港した。その後、1月の後半に、オアフ島へ向かう護送船団を護衛し、ハワイ諸島へ戻った。1月の最終日には、再び第11任務部隊に配属され、ニューギニアに向かう航行にて、空母の護衛を行い、3月8日に、新珠湾に寄港した。三五回海戦では、 ヨークタウンの護衛につき、ミッドウェイ海戦ではエンタープライズ及びホーネットの護衛として出撃した。6月11日、エールウィーンはハワイに戻る第16任務部隊から離れ、アリューシャン列島に向かう給油艦カスカスキアを護衛した。第8任務部隊の補給を行い、カスカスキアをハワイ諸島まで護衛した後、7月は船体の補修に費やした。8月2日、 エールウィーンは、ロングアイランド護衛のため、真珠湾を出港、フィジーの諏訪で待機し、8月17日にガダルカナル島へ向け移動した。エファテ島にて数日間紹介にあたり、8月30日にロングアイランドをエスピリットゥさんと島まで護衛した。1943年の3月までアリューシャン列島で護衛任務を遂行し、その後ワッツ島の戦いに参加した。 1943年の後半には、ギルバート諸島を占領する作戦にて、空母サンガモン及びスワニーの護衛を務めた。マーシャル諸島に移り、1月末にクエゼリンに到着し、エニウェトク及びマジュロの紹介を行った。その後バンカーヒル、ホーネット、モンテレー、カボットを含む第58.2任務軍に配属された。3月30日から4月1日にかけて、 空母機動部隊は日本軍の飛行場や艦隊整備施設への集中爆撃を行い、その間エールウィーンは空母の護衛についた。4月にはニューギニア沖に向かい、アイタペの戦い、タナメラワン、ヨススダルソジ前の陸軍上陸を支援した後、主に太平洋での輸送船護衛を行い、8月17日にワシントン州ブレマートンに到着してオーバーホールを行った。 その後、エール・ウィンはハワイに向けて出発し、11月11日までハワイの海域で訓練を行い西太平洋に向かった。11月21日にウルシー艦渉に到着し、1944年12月フィリピン近海で行動した。しかし12月17日のコブラ台風により、船体が70傾斜し、機関室まで浸水する損害を受け、 翌年1月まで修理を受けた。第50.8任務軍の護衛として伊王島に到着し、その後第54任務部隊に配属されたスカルーサを支援した。2月23日と24日、エールウィーンは伊王島の戦いに参加し、ウルシい干渉に戻った。沖縄戦ではケラマ諸島で活動した。1945年10月16日に、 ニューヨーク海軍交渉で退役1945年11月1日に海軍戦績から除外され12月20日にスクラップとして売却された。エール・ウィンは第二次世界大戦中の功績により13個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。